ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はですね、はい、お祭りの時に当時園で販売していた盆栽じゃない新箔ですね。新箔。2年前ぐらい、1年前。1年前かな。にとぶひょろひょろとした文人の木を作って、うん、まあお祭りでも販売したんですけど、はい、すぐ完売してしまって、未だに問い合わせが多いような動画が1個あるんですけど、うん、はい、まあ、その時と同じような、まあ、丸っきり同じ素材じゃないんですけど、同じような素材を今年も販売して、好評いただきましたので、この作り方について、またちょっと動画にしたいなというふうに思います。わかりました。前回の五葉松の作り方、うん、意外と感動いただけたので、それに引き続き。感動？反応。あ、反応いただけたの。はい。それと同じように、どうやったらいいかっていうのをお教えできればなというふうに思います。わかりました。はい。まずこの木はですね、基本的にはこういうひょろひょろとしたような下枝がなくて文人蝶のような木ですね、はい、まずはやることとしてはこの幹掃除してあげて、ちょっとシャリをつけてあげるといいのかなと思うので、シャリ付けをしていきたいと思います、はい、で今ちょっと幹が濡れてるのでポロポロっと、まあ、手で取れるところは手で取っちゃいますけども、湧いてる時真鍮のこういうブラシで取ってあげるとより剥がれやすいかなというふうに思います。濡れてると皮が柔らかいので白い、まあ、幹が出てくる場合がありますので、濡れてる時はちょっと緩くやってあげるといいかもしれない、うん、様子を見ながら。そうそう、真鍮のブラシを持ってない方は盆栽キューストアで販売中です。はい、よろしくお願いします。これはもう文人にしか作れない？いや、そんなことないですよ。ないですか？はい、まだ全然曲がりますので。ああ、逆に文人調に作れる素材の方が少ないのか。意外とそうなんですよ。ああ、結構容易に太っていっちゃうっていうのと、うん、こうやって詰まってできてるってあんまり素材がないんですよね、文人で。わざとこういう感じで取れました。はい、でこの薄皮の中に変な虫の卵とか、うん、病害虫が住み着く場合があるので、まあ1年に1回は掃除してあげた方が僕はいいのかなというふうに思いますね。はい、じゃあ次ちょっと枝の剪定をしていきたいと思います。とその後に正面を決めてシャリ付けの位置を決めていきたいので、まず枝の出方とかをちょっと細かく見ていきたいなと思います。でこの木の場合はここに1本下枝というかその差し枝になるようなしっかりと落ちたような枝が1個あるので、これはまあ生かさないといけないかなと思うので、まずはこの辺の周りのこういうような枝の元から生えたような葉っぱをちょっと取ってあげました。はい、枝の分かれ目をきれいにする感じですね。はい、次に、まあ、ここにも一応枝がありますね。この枝をまた使ってあげるというふうに考えると、また枝の懐から出たような葉っぱも取ってあげます。でこの懐の葉っぱをまた利用するっていう場合もあるんですね。枝を縮めるためにこの辺でまた枝を作り直すっていうやり方があるんですけど、今回はちょっと骨格作りっていうことでしっかり枝を作っていきたいので、ちょっとはっきりさせるために懐のやつは取ってしまいます。この上の枝ですね、今回はなるべく文人蝶の木を作っていきたいので、ちょっと短すぎる枝は切っちゃいます。代わりにこれぐらいの枝を残してあげて、まあ、全体的に同じようなバランスの枝を残してあげればなというふうに思います。頭なんですけども、この辺の都合よくごちゃごちゃとした葉っぱが出てますけども、この辺で頭を作れればいいかなと思うので、この辺の上をちょっと飛ばしちゃって、で陣にしちゃって作っていこうかなというふうに思います。はい、だからここからいらなくなるわけだな。まず頭の剪定をしちゃいます。この辺で頭を作ろうっていうふうに考えたら、その上で切っちゃえばいいわけなので、これを頭とします。今日はこの上でちょっとこう、まあ、これ以上いかないようにっていう目印をつけて、幹に切れ目を入れてますね。切れ目入れてあげて、で剥いていけばいいですね。先に一周剥いちゃうんだ。もう剥いちゃった方がいいね。で今の時期だからこそできるような、水水が膨張って、まあ、水をいっぱい引っ張ってるので、はい、形成層が剥けやすいんですね。うん、で冬だとこれと同じような作業ってなかなか難しいんですよね。剥けにくいので、この細い枝っていうのはいかにも今剥いたような
表情するので、後でまた切り詰めていけばなと思いますけど、とりあえず残しておきます。綺麗に剥けました。で、これを生かす方法を取ったので、またこれをもうちょっとアルミ線かけてジンにしていくような形ですかね。さっぱり、さっぱりしましたね。で、正面の剪定になるんですけど、ここでもどっちかっていうのも未だに迷ってまして、っていうのは立ち上がりのところバランスで言うとこっちの方がいいかな。ただこの出がちょっと見えにくいっていうのはあるんですよ。差し絵だな。差し絵なの。確かに。逆に言うとこっちだと、まあ、出はしっかり見えるんだけど、ここの立ち上がりの動きはこっちの方が無難かなと。やり方とすれば、こっちを正面にするんであれば、まずこのこいつはいらなくなる。で、若干このぐらいの角度にして頭をこうやって持ってくれば出は見えるのかな。頭を起こしてきてあげて、枝の出を見えるような形で取ればこっちでもいいかな。はい、こっちにしましょうか。ということで次はシャリをつけていきます。で、シャリをつけるときはですね、ある程度のラインっていうのを自分の中で決めた方がいいですね。どこにつけるのかっていうのをしっかりと見極めてあげて、あとはどういう風に幹が動いてるかなっていうのを見ながら予想していくんです。まっすぐシャリを引いていく場合もあれば、自然に木の流れに合わせて引いていく場合もあって、予想的には木の流れに沿ってシャリを広げていきたいので、まずはシャリの、まあ、原則というかですと、しっかりこの外側にシャリが来るように振ってあげるのが一応原則なんです。曲線の外側ってことですね。ただこの木の場合ですと、文人蝶のやっぱ細い木なので、板幹を作っていければ一番ベスト、はい、板幹を作る場合ですと、まず最初にこっちと、で後々また反対側に両サイドにこうやって削っていくんですね、うん、そうすると両サイドの水性がまあ成長してきて横幅が広くなる。でその中で1本だけ削ってあげると片方に水性が残って板になりますよっていう考え方なので、はい、この木も後々は板幹にしてあげた方が価値は出るのかなと思うので、真ん中にやってあげます。真ん中っていうのはシャリっていうのは背中側に来たいんですよ、はい、理由としましてはこっちから、まあ、この木の場合左流れですから、うん、右から強い風が当たってるっていうことはこっちの幹が削られる、うん、こっちは風に、あ、幹に守られてるのでこっちに水性が残るっていう考え方なので、はい、最終的にはこっちを削りたいんですよ。っていうことは最初にここを削っちゃうとこう横に広がっちゃうんですよ、うん、幹がね、幹が、はいはい、奥と手前に幹が広がっちゃうので、あんまりなんだろう、横幅が、だからあえて将来右側を削りたいから真ん中にから削っていくっていうかという考えですね。ゆくゆくは広げて幹の外側、そう、曲線の外側をシャリにする、ね、シャリにするっていう、はい、なのでまずはこの立ち上がりの部分の真ん中で削っていきたいなというふうに思います。で、ちょっと切れ目をつけましょう。今の話だと、うん、2本入れた方がいいんじゃないかなと思ったんですけど。そうですね、入れられそうなら入れるか、入れられそうなら入れる。でも枝に入っちゃって枝が枯れちゃったら困るからみたいなことですね。そうそうそう。で、削るときは彫刻刀でも、っていうか彫刻刀でみんなやってますから、文房具屋さんで彫刻刀買ってやってみてください。で、この幹の太さなので極端にシャリは太くつけない方がいいかなと思います、うん、まあ後々なんですけど、この水水が膨張してきて、肉巻きをしてくるので、このシャリっていうのはまたちっちゃく狭くなります。周りからかさぶたみたいのができて短くなるので、これは先生のやつ、川崎先生がくれたやつ。そう。で、しっかり白いところも削ってあげるというか、形成層の部分、残ってるとまた巻いちゃうんですよね。そう、変な巻き方しちゃうんで、うん、まあ、ざっと今こんな感じ。もう少し上までやっていきますけど、はい、経過としてはこういう感じですね。まあ第一弾ここら辺にしとこうかな。で、次ちょっとまたこれで落ち着いたら反対側やっていこうかな。ちょっと時間空けて、うん、一気にやる必要はないので。そうっすね、うん、
だいたい目安としてはこれで落ち着くのがどれぐらいだろうな、まあ1ヶ月ぐらいすればね完全に結果出ますから、うん、その後でもいいし、あとはちょっとこの辺が肉巻いてきたなっていうのが分かる時期が来るので、はいはい、まあ2ヶ月ぐらいすれば巻き始めますからこれ、うん、早ければもう2週間ぐらいで巻いちゃうんですけど、はい、急にやる必要はないので、うん、でその時に反対側も反対側を削るっていう、つなげるのはどのぐらいになるんですかね。結構時間空けた方がいいと思いますね。1、2年、2年ぐらい、2年ぐらいかな。結構時間かかります。もっと広げたかったらもっと開ければいいんですけど、うん、どのぐらいの幅にしたいかっていうのを自分で決めて、それぐらいになったなと思ったタイミングで削ってもらえばいいと思います。でも、まあ、トータルで、まあ、3年ぐらいで、でもこの細さも維持するだけで、あと古くするだけじゃないですか。そうですね、形も決まって、そう考えると早いですよね、うん、出来上がるまでが。これでだいぶね年数送ってるんだけど、挿し木からここまで育てるのが一番長いね。でこの細さを維持するってすごく難しくて、はい、いい素材ですね、ここ。うん、いい素材です。まだありますんで、はい、ついた今ピント待ってないし、画面からも出てるし、はい、できた、はい、できました、はい。先ほどここに枝が1個あったんですよ、こうやって、うん、そこまでちょっと向いちゃったので、この辺ちょっと今太くなっちゃいましたけど、はい、ただ反対側しっかり残ってるので、うん、あの何も問題ないかなと思います。はい、次はですね、針金をかけていきたいんですけども、うん、第一にこれをしっかり落としてあげるっていうの一つと、はい、あとは、頭を手前に持ってきたいですね、うん、若干で角度はこれぐらいにしてあげたいので、うん、ここまでやっちゃおうかな、そうですね、ついでに、うん、ここからここまでトゥーでやっちゃいます。要はだから幹はこっちはかけないってことですね。そこはかけないだけ、はい、この幹をもう少しねじりたいとか、もっと低くしたいとか、畳んだりとか、いろいろしたいっていうんであれば、もうこのタイミングでやっちゃった方がいいかなと思います。はい、っていうのはここにシャリができてしまうと、うん、この木質が表面に出て幹が硬くなってきます。そうするとこれ以上何かしたいってなった時も曲がりにくくなっちゃうんですよ。うん、あとは曲げるときに折れちゃったりとか、はい、いう危険性も出てきますので、 できればもうこの柔らかいうちにやっておくのがベストかなと思います。はい、幹に一工夫したいなっていう場合はこのタイミングでやるという。分かりました。はい、針金をかけます。これとこれ、はい、なるべく陣にかけるときはアルミ線の方がいいんです。なので今回もアルミ線でやっていきます。はい、銅線だと変色しちゃう。そう、色がついちゃうんですよね。はい、でちょっと今回はほんの少し太めの針金をかけていきます。はい、というのはこの枝よりもこっちの幹を前に倒すっていうことが最重要課題になるので、はい、でも2本かけるよりか1本かけた方が綺麗なので、はい、まあ、なるべくは僕は綺麗に作るときはこの裏からから裏側から巻いてあげますね、いつも。はい、でこの先端まではかける必要はない気がするので、うん、この太いのはね、このタイミングで若干落としちゃう。こうやってもうこの時点でもこの角度を固定されたので、うんうん、最初からちょっと落とした段階で反対側を巻いてあげるとより負担が少ないですね、木の。この今日の作業は初心者向け、中級者のどのくらいだろうね。ステップアップ動画じゃん。ステップアップ動画、How to step up 動画じゃないですか。でも初心者でもできる作業ではあるよね。うん、そんなに難しくはないけど、考えることの方が難しいよね、きっとね。作業よりもね、どういう風に作ろうかとか、あ、構想かな。そうそうそう、参考になるかもしれない。先ほど言ったように頭をちょっと手前に持っていきたいので、はい、そうするとこの辺の枝って内側に来ちゃうんですね。うん、なのでこの辺は切ってあげた方がいいかもしれない。こういう曲げた時に内側になる。内側になっちゃう。はい、こういう感じ。幹にはしっかりかけられて、で頭もしっかりこう前向きに持ってこれたので、うん、ここのデートよく見えるようになったかなと思います。枝をかけるときに枝をどうしたいかっていうのを考えて、うん、下に来るようなもし枝があるんであれば、それは先に取ってあげてもいいかもしれないですね。
でこの枝の場合だと特徴としては少し長いですよね。長い。でこの枝を生かすんであれば少し左右に動いているような枝にしてあげると真柏らしい枝作りができるかなと思います。左右に曲げて距離をちょっと縮める。そうですね。ただこれ全部使う必要はないと思うんですよ、はいはい、逆に全部使っちゃうとこの枝太っちゃうのでこのまま、うん、先にある程度の長さで切りますけど、はい、こういう形、はい、で長さとしてはここら辺でいいのかなと思いますので、うん、切っちゃいます。もう盆栽っぽくなってきましたね。ね、ちょっとやってあげるだけ で、うん、でついでにちょっと陣の方も曲げていきます、はい、この陣の場合はただまっすぐだと面白くないのでなるべく動いたように、うん、ねじりながらやってる。そう。でも重要なのは最後には流れの方に持っていってあげたいですね。うん、沖だと左か左流れなのでこっちに持っていかないといけない、うん、ただ左右のバランスも考えてあげて今これだとちょっとまっすぐなっちゃったんで、うんうんうん、もう少し膨らませてあげた方がいいかもしれない、はい、あ結構でも最後横向けるんだね。の方がね風を感じるんじゃないですか、うん、じゃ今度細かいやつをかけていきます。じゃあちょっとこいつとこの辺の先端までかけていきたいんで、うん、太い針金を先端までやったとかっこ悪いからこれとここの先端まで細いのでかけます、はい、これは 1.2 ぐらい。さっきは 2.5 でした。まあでも幹を曲げるから太かっただけで、もうちょっと枝で考えるともうちょっと細くていいですね。細くていいですね。いつも言うんですけど、うん、効かない針金を何回も何回もやってるとあれ曲がんないってやってると枝をすごく傷めますので、はい、効くやつをしっかり効かしてあげるっていうのも重要ですね。だから迷ったら太い方を選ぶみたいな。太い方を選んで、なるべく元の針金に沿ってかけてあげると、はい、頭ですね。玉をちょっと迷っているんです。っていうのは、うん、この2つ2本強いのが残っていて、うん、どっちにしようかなっていうのを考えてはいるんですけど、低い方がいいな、高すぎちゃうな、こっちだと。内側を切ってあげたらいいと思います、はいはい、ピント合わないんですよ細すぎるから動かすといい気になりそうで、はい、頭をちょっともう絞っちゃいます。ここに絞るというかもう決めちゃう、うん、はい、あ先端を切ったんですね。先端を切った、うん、細かい針金もちゃんとかけることで綺麗に見えるんですかね。そうですね、なるべくは僕の性格的には細かいのもしっかりかけたい性格なので、うんうん、なるべく本数がかかってない方が綺麗だし、うん、プロっぽいんですけどどうしてもなんかかけたくなっちゃう。ちゃんと決まんないのが気持ち悪いみたいなことだよね。そうそう、結構めんどくさいから太いやつだけかけちゃ終わっちゃったりするじゃないですか、うん、自分でやってると、うん、こういうの見るとちゃんとかけた方が綺麗だなと思う。はい、ざっとかけ終わりました。であとはちょっと細かいちょっと下に出たような葉っぱとかを取ってあげれば完成になると思いますね。下向きに出た葉っぱを取る。押すと棚がくっきり出るんで、うん、でこういう文人の木の大原則としては、うん、枝の出方は下向きっていうのが理想ですね。落ち枝ってことですね。落ち枝、うん、まあ、そこで古さを出すんですね、はい、枝が柔らかいので真柏とか、うん、松類っていうのは、言いました。いや見事、もうその T シャツ欲しいもんあのね、状態からちゃんと盆栽って感じですよね。はい、まあ、枝抜きが基本ではあるんですけど、しっかりこの内側のやつをまず取ってあげると幹のラインが出てきますし、はいはい、頭をしっかりどこで作るかっていうのを考えてあげるだけでだいぶ作りやすくなるかなと、しっかり効かせるとこはここメイン、うん、でもそのメインと頭のやっぱり関係ですよね、うんうん、ここら辺に枝がありすぎてもこれが効いてこないし、そうですね、逆にこっちら辺はもっとちょっとコンパクトにしてあげないと
こっちに流れないし、うん、っていうような感じですかね。分陣は計算式がありそうですね。そうですね、うん、まあなるべくの黄金比っていうのはあると思うんですけど、ただ数値化はちょっとできないかもしれない、うん、これでも三角形、三角形で、まあ頭はちっちゃく、頭ちっちゃく、はい、で落とす、うん、ほうほう、まあ、この木の植え替えになるんですけど、うん、おそらく重心がですね、地にある、はい、とポテっていくんですね、はい、だからこういろいろ候補ある中で、まあ、足がしっかりしているやつと、うん、こういう三つ足の華奢な足のやつがあるんですけど、うん、こういう鉢の場合だとポテっていきやすいんで、ね、うん、それを考えてあげないといけない。こっちの場合だと、うん、まあ、足がしっかり広いからね、広いので安定感があります、はい、まあ、これもそうです、うん、こういうで、これとこれは同じような、まあ、鉢ですけど、はい、こちらが深いので、うん、この根っこがちょっと見てないのがわからないですけど、アイランスだとこういう鉢に入るし、うん、でこっちの方がよりかっちりとしたような色というか、まあ、鉢なので、まあ、心拍はこういう色の方が合うんですけど、主伝ですね、はい、バランスを見てどっちがいいか、まあ、角もあるし、こういう手びねりのような自然な雰囲気のも合わなくはないと思うので、うん、はい、ちょっと合わせてみて決めていきたいなというふうに思います。わかりました、はい、まずはこっちをちょっと下の状況ですね、はい、を見ます。でまずは下からちょっと、こういう分陣の素材の木の場合、うん、この下に幹が結構つながってる場合があるんですよ。ここぐらいまで幹がある場合があるから、そういう感じするな。そうすると上をもっと削ってあげないと浅い鉢に入らなくなっちゃう。触ったところここに硬いのがあるんで、うん、ちょっと深いところまで幹がいってそうな気がしますね。どうしても中心で当たるから、うん、あるんでしょうね、ちょっと、うん、そこは切ってあげます、ね、切れるところまで。そうすると、うん、なんかどれにも入りそう、どれにも入りそう、うん、意外とこういうのもありきゃですね、うん、かっちりとはね、一番これが、うん、するんだけど、ぴったりくるのはこれかな、この三つ足ですよ。うまい、そうそうじゃない、うん、ね、はい、そうしてみる、そうしてみましょうか。下が出てきたのでその分だけ削ります。はい、こういう感じで切ります。こうやって植えていきますので、うんうん、これ根、ね、こんだけ切れるのはやっぱ植え切ってるからなんですか。あ、まあやっぱりそれはありますね、はあ、ただここのメインとなるところも落としたし、強いところも、うん、枝も数も削ったっていうのもあるし、あとは今時期的にも、ね、ちょうどいい時期だし、うん、あとは心拍はね、太い枝を差し木しても作るので、うん、そういう面で見ると大丈夫だろうと、怖がらなくていいでしょう。終わりました。せっかくだからこれにしますか。このあー、なんか色が入ってる、色が入ってる、お、鉢の正面に、うん、一回水やって苔を張りましょう。ちょっと待ってね。
って。ね。まあ若干なんですけど、若干の話しますね。若干の話。ここが大きくなったじゃないですか、ね、下が。まあちょっと距離がね。そう、距離が大きくなったから、まっすぐ感が強くなっちゃったんですよ。まあ、ちょっと直線に見える、確かに。そこがネック、うん、今の。でもまあ、これはこれで。で、シャリができてくるっていうのを考えると、それはそれでいいですし、またあの、その際は角度を変えてあげたりとか、なるほど、してあげればいいのかなと思いますけど、まあ、いいんじゃないですか。そうか。はい、というわけで完成しました。言いました。さっきあのような素材の形だったものを基礎地から始めて、枝抜きとチャリ付けをして、うん、で針金掛けを行って植え替えをしていきました、はい、これでだいたい今で1時間ぐらいかな、うん、だからこういう作業で一つの盆栽ができますので、ぜひ素材として面白い素材なので、うん、これ購入していただいた方はこういうふうに遊んでいただければ立派なのができますので、大きさでいうと25ぐらい、もうちょっとある、ここまで合わせると30ないぐらいですよね。このサイズの分人、この細さで、うん、なかなか売ってないじゃないですか。そうですね。だからこういうものの素材をね、見つけてここまで想像して作るっていうのはいい感じがしますね。そうですね、うん、で、いい意味で太らせて板シャリにするっていうのはいいと思います。取らせてね、はい、ただ、この木の味っていうのはやっぱり細幹なので、あまり走らせずに踏んであげた方が僕はいいのかなと思いますね、うん、ってな感じで素材から盆栽に仕立てる動画をやってみましたインディアン嘘つかないみたいになってるけど、この動画がよろしければ、はい、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました、はい、ありがとうございましたはい、こういう形でできました、はい、で、まあ、よく想像する心拍っていうのを、まあ、これちょっと見ていただくとシャリがありますけど、はい、まあ、シャリ白いと思うんですね、うん、でこれはあの石灰溶合剤っていう薬品を塗ってるんですけど、はい、まあ、それを塗ってあげると幹も白くなって、防腐剤の代わり、あ、防腐剤なんですけど、うん、幹も白くなるんですね。で、この木の場合ですと今削りたてで水水があらわになっている状態なので、はい、ここからちょっと落ち着いたタイミングまで待って、そこから塗ってあげる方が木のためですね。だいたいどのぐらいですか。だいたいこの先ほどの肉巻きのタイミングの話しましたけど、はい、そのぐらいのタイミングで、やってあげればいいのかなというふうに思います、うん、早かったら2週間ぐらいで肉巻きするけど、うん、まあ、だいたい1ヶ月とか2ヶ月ぐらい経てば十分かなと思います。なるほど。でその間に腐るってことはあんまりないと思うので、はい、この水水やっぱり、ね、あらわになっているところについちゃうとこの葉っぱに影響するんですよ、うんうん、葉っぱがちょっと薬害みたいなのを起こして、まあ、枯れる場合もありますので、ちょっと落ち着いたタイミングで塗ってあげるのがベストかなというふうに思います、はい、でもなかなかその石灰溶合剤を手に入れるって難しいし、うん、売っていてもすごいでっかい8リッターぐらいの18リッターか、ね、うんうん、でっかいやつしかないので、まあ、代用するなら松屋にっていうのもありますけど、はい、まあ、白くしたいなれば石灰溶合剤はお近くの盆栽園に行ってちょっと有料で塗ってもらえるのがベストかな、うん、と思います。はい、はい、いろいろありますね。はい、こういうんだったら、うん、ここが面白いですよね、この動き、うん、これ天神にしちゃってもいい気がするけど、逆にあ、そっちを、うん、こうちょっと本当に流れたのに気にしてもいいかもしれないし、まあ、いろいろ遊びがいのある木が多いし、うん、あとは枝抜きの勉強になりますからね。なるほどね、はい、ちょっと古いのもこっちにありますね。あります、こういうやつとか、うん、なんかね、こっちの方が動いて時間はかかってますね、うん、でも片方削ってあるのが多いので、うん、例えばこれ片方ずっと削ってありますから、うん、こういうのを楽しんで、このようなすごい食いつきみたいな感じなんで、うん、こういう感じで、こういうのもね、完成形想像できないと買えないもんね。でも買えなくない、なかなかこのままだと盆栽って言えないじゃない、なかなか、うん、
だからどういう風に作るかっていう今日みたいな動画を参考にして想像して買うことができるんじゃないかな。もっと早くやればいいですね。そうですね、あのお祭りの前に、前にやった方がいい、やるべき、はい、まあ、まだ売ってるんで、はい、という感じで、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。